増田ダシは日本の元女子プロ野球選手。新潟県長岡市出身。高校時代は選抜大会、選手権大会ともに全国制覇。卒業後は野球を引退し、オーストラリアでプロゴルファーを目指していた。しかし、2009年に日本女子プロ野球機構が発足されるのを知り、諦めていた野球への思いが復活。 1> 第1回合同トライアウトを受けるため帰国し、合格を勝ち取った。同年12月のドラフト会議で、兵庫スイングスマイリーズから指名を受け、入団が決定した。2010年度は、岡島秀樹と合同トレーニングを行った。高校時代のポジションは保守だったが、プロでは、高校の先輩である、川安麻也が、正保守に君臨していたため、打撃力を活かすべく、外野に、 コンバートされた。しかし、1年目の2010年は、21試合の出場に止まり、期待された長打も1本しか打てなかった。翌2011年の後半から、左翼のレギュラーに定着。5割を超える長打率を残し、大砲としての才能を開花させ始めている。2011年12月13日、翌年から女子プロ野球に参戦する大阪ブレイビーハニーズへの 二席が発表された。リーグ再編成に伴い、2013年は、大阪ブレイビーハニーズの継承球団、ノースレイヤーに所属。10月、同年限りでの引退を発表した。ありがとうございます。